10分遅く起きた。やばい。じゃあ行こう。行こう。行こう行こう。今日なんか地味に天気悪いよね。ね。いいよで悪い。なんかちょっと春なのに体寒いし。あれな、クソ寒い。クソ寒い。顔が暗くないで。でも今日雨予報だったからさ、うん、あじゃあまだ降らないよりはいいよ。うんうん。まあ、今日さ、うん、6時間じゃん、うん、体育2時間くらいあったよね。3時間目が連続で。うわそっか、お腹めっちゃ空かない。わかるわかるわかる。しかもさ、なんかさ、自習とかさ、テストの時とかにさ、お腹がないですね。めっちゃはずいやつ。そう、え、なんだっけ、2時間目とか。2時間目は音楽じゃない。あ音楽だ。でも音楽でも音でうるさいからお腹聞こえない、うんうん、音楽で合唱だよね今日、画面全体で、うん、あとリコーダー。ガチでリコーダー無理なんだけど。しかも毎回さ、誰かしらリコーダー忘れてさ、先生超機嫌悪くなる。本当に嫌なんだよね。あの先生すぐ機嫌悪くなる。本当になんで機嫌悪いかも分かんないもん。ね、そのなんか空気がもうすごいさ、難しい。分かる。あれこれは怒って、怒ってるのか分かんないもん。でも機嫌悪い、まあ、いい時はさ、うん、今日の合唱例は一回でいいですよみたいなさ、うん、急に甘くなるもんさ。なんか機嫌いい時、気づきで呼ばれる。そう。悪い時はなんか違うの。え、悪い時は。うん。ユズハユズハちゃんって言われるの。機嫌いい時ユズハちゃん言われるときは機嫌めっちゃいい。うわっ、なんか詳細もうすぐだから多分ピリピリしてるよ。うわあ、そう、駅前にさ、うん、カフェ、うん、あそこなんか新しく美味しいケーキみたいなできたらしいから。行こう行こう行こう。え、来た来た。さあ行ってる。え、マリ今週の日曜日は行ってるよ。開いてる。あ、開いてる開いてる。でも開いてるから、じゃあ日曜行く。うん、行く行く。オッケー。何時からがいい？おやつぐらいがいい。あ、確かに、ね、でもマリアは何時でも大丈夫。あ、何時でも。カフェ行く前にどっか遊びに行くのも行けるし。あ、いいねいいね。ご飯食べてから行くとか。おー、ご飯食べて遊んで行くとか。いいねいいね。朝から会いたいの。うわ、会いたい。え、好きなの？好き。10時半とか。あ、いいよいいよ。で、なんかその駅の近くの、うん、ショッピングセンターとか行って、うん、いいね。よく欲しい。わかる。え、プリ取りた。あ、それもそろ。トロトロトロ。え、ショートケーキあるかな。ショートケーキ。あ、でもカフェだし、あった気がする。うーん、でもショートケーキ食べたいな。いいね。ショートケーキっていちごや。確かにないよ。なんなんだよ。行ってみたかったね。え、てか見て、今日のやつインテールめっちゃうまくいった。え、思った。え、めっちゃ綺麗。めっちゃ見た目綺麗。え、ありがとう。30分時間ペースなのに。髪やってたからじゃない。あ、だからか。いつもだったら45分寝坊しても間に合うのに。寝坊してんだいつも。え、そうなの。なんでだろうな。逆にすごいわ。それは4度寝とかしてるからかな。4度寝。寝すぎじゃない。え、本当は目覚まし何時に来てここに集合7時半じゃん、うん、いつもは7時とかにかけて。7時。あ、間違った間違った。今日来たのが7時15分。うん。15分で、そう、すごいね。なんか、そういう才能あるんじゃない。でも食べてなかった。食べれなかった。じゃあ、体育持たないよ。え、お菓子予備で持ってないの？持ってない。持ってるから後であげるよ。ありがとう。何持ってんの？え、スッパムーチョと。おー、スッパムーチョ持ってきてんの？うん。え、強くなる？本当だね。いいじゃん。確かに。強。陽キャ？あと、あとチョコレート。あ、チョコレート欲しいな。あげるよ。あげる。ここにある。みんな宿題した？マーク提出今日だよね。今日の数学の。え、やってない？やった？え、やってるわけないじゃん。何それ？初めて聞いたね。今日なんか数学ワーク提出ってなんかクラスのグループラインで。私グループラインやってないかもしれない。あ、なんか抜けさせられた。なんか最初入ってたんだけど、なんか抜けられたから強制退出。え、もう何したの？校則破りすぎたら何したの？クラスのめっちゃ優等生の子に、うん、
抜けさせる。お菓子持ってくるからだよ。じゃあそれより何？宿題って何？あ、そうじゃん、そうじゃん。ワークの、うん、どこだったかな。115ページから130ページの。おっ、嘘でしょ。先生も言ってたよ、昨日。あ、地上にいた。抜けてた。やばい、問題ない。何しに抜けてた。怖い。抜けさせられるわ。数学何時間目？今日、数学 5? ギリいけんじゃない？多分いけるし。昼休みあるし。え、でも朝とか寝てない？じゃあ、眠いじゃん、寝ちゃうじゃん。無理だよ。ずっと寝てるよ。逆に起きてられる方がすごくない？だから通学の先生の声眠くなるのよ。あ、数学とか出てないから。確かに、クラスいないもん。本当にヒヤヒヤするな。怖。だってもう、テストすぐじゃん。出てる、出てるね。テスト勉強もしてないんだけど。一番真面目なのは、割とね。そうだよ。多分、じゃってもいいから、行ってみて。この間、能面で平均85取った。うそ、やばいベースで。数学本当に5点だったけど。やばいんだけど、マジで。あれいっぱいあるでもなんかさ、地味に学校まで距離あるからさ、分かる、目覚めない？分かる分かる、それは分かる。眠くなるけど、学校出たら眠くなっちゃう。そう、なんか体温まってるからさ。先生、なんかちょっとさ、あったかくない教室、暖房で。分かる、今の時期する。しかもなんか花粉症とかで眠くなっちゃうし。ああ、もう仕方ない。それはね、しょうがない。それは先生も許してくれるから。でも担任の先生はさ、なんかちょっと厳しくなって、分かる。保健室かたくなに連れてってくんないよ。まだいけるみたいな。無理だっつってのにさ、いけるいけるみたいな。あの人やばい、マジ本当に。理科の先生めっちゃイケメンじゃない？そうかな。タイプではメイはタイプじゃない。メイちゃんってどういう系タイプなんだっけ？可愛い顔っていうか。ああ、なんか好きそう。好きそう。砂糖？砂糖？はちみつ？ああ、甘い顔がすごい好き。ああ、なんかタイプの顔とか見せるとみんなに、あ、可愛いって感じが好きなんだね。エル系とか好きそう。めっちゃ好き。え、マジやさん？なんだろう。あんまり顔で選ばないかもしれない。やばい、マジで。ゆざちゃん性格重視かな。でも、性格を好きになって描いていく。あ、なんでそう、みんなさ。違うの。ゆざ系とか好きじゃないから、性格から入るの。わかる。みんなまず目に入るのはあれじゃん。でも顔はね、そうだよ。だってさ、顔が良くなかったら中身しろって思えなくない？なんかさ、LINE したりしてるとさ、好きかもって思う。で、会って話して、って。どういう感じで好きになる？なんか、自分から言ったの。相手から来てから、初めて、おって思う。自分でしょ？ LINE の席とかになって喋ったのかな？席ね、いいよね。席替えとかだからマジで大事。でもさ、なんかちょっと嫌なやつと座れるんだったらさ、持ち持ってる。わかる。別に1ヶ月の罪悪。罪悪。1ヶ月の罪悪。漫画のタイトルみたいなの見たんだけど。でもあの3人席のさ、1人の席空いてる人だよ。あそこ最高じゃない？あそこはマジ最高。一番後ろだし、真ん中だし。寝ててもバレない。そうそうそう。多分抜けててもバレない。でもペアワークの時きつくな。いやー、二人組とか隣いないもんで、どうしよう。三人とかやばいよね。三人やばいよ。三人はよくない。自分か。見に来てんの？抜けますんじゃなかった。屋上結構好きだな。屋上すごい。中国とか。うん。ありそう。ありえるね。大丈夫。こいつだけがもう甘い。急に消えたらさすがに。